まりこう試合に出てても全然あっても、この社会人基礎力っていうものは俺の中で、見方を変えれば積み上がっていってんだってことをいつも意識として、やっぱり自覚してそこに対して行動を加えていく、これが改善の一歩です。必ず具体的な行動まで考える、そしてその行動をひたすら続けることによって皆さんのさらなる成長が促進されていきます。まあいろんな人がいろんな性格があって、コミュニケーションの取り方だったり、まあ、言葉のかけ方っていうのを今日知れてよかったです。コミュニケーションの取り方を、まあ、人それぞれ違うんで、その人に合ったコミュニケーションの取り方をしていこうと思いました。もっと物事を大きく捉えて、いろんな人との関係性を、より深めて、いいサイクルで組織が回っていくように、今後やっていければいいかなと思いました。